はい、チカパンです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。チカパントラベルでは美味しいパン屋さん情報、その近くの地理歴史なんかも深掘りして、街歩きが楽しくなるような情報を分かりやすく配信していきます。今日なんですけど、京急で行く東神奈川から小安の人気パン、浦島太郎伝説についてお伝えします。内容はざっとこんな感じ。全体で10分くらいにまとめではあるんですが、お時間がない方はご興味あるところに飛んでいただけたらと思います。それでは気をつけていってらっしゃいませ。半町公園って言うんですけれども、電車も見えて外パンしやすい場所なので、ゴルジュさんで購入したパンを紹介したいと思います。この2つ買いました。クリームパンは一番人気ということで、もう一つは日替わりの生ハムとルッコラが入っているビスティックのサンドイッチにしました。食べてみた感想はまた後ほどしますね。
ありました。浦島太郎が足を洗ったと言われている井戸がありました。見つかりました。やっと見つかりました。